はい、宅建受験生の皆様こんにちは、レック専任講師水野と申します。今年のですね2018年の試験、目指してですね皆さんそろそろお勉強を始めようかな、もしくはもう始めている、まだかったりなとかねいろいろな思いがね、あると思います。で、まあ、これからどうやって勉強しようかなってね考えていらっしゃる方の中で、まあ、当然学校に行こうかなっていうね、方も多いと思いますよ。でその学校に行こうかなと思った時にいつ始めるって話なんですよね。このいつ始めるなんですけど、まず間違いないことは早く始めた方が絶対いいです。これね人の中にはねいやまだ早いよ、今始めたって今からやったら忘れちゃうよと、いや今からやって忘れてまた思い出して忘れて覚えて忘れて覚えて忘れてやっていくと自分の体の治安に行くんだっていくんですよ。みんなも早くやった方がいいに決まってんじゃないですか。でね、例えば初めてね受験するやっぱりねもうやるって決めたらもう早い方がいいですよ。でもちろんね毎年夏からとかぐらい始めてからはね受かる人もいるけどやっぱり早い時から始めた方が絶対有利です。で例えば昨年受けて残念な思いしたっていう方ねもう早くから動いてる方動いてるんですよ。もう12月から例えばレックだとスーパー合格講座っていうのをやってるんですけどねもう12月ぐらいから始めてるんですよ。そんなに早くと、それぐらいの人多いですよ。でねそれがじゃあもうだいぶダメだったんでしょそういう方は違うんですよ。1点差2点差とかいう人にそういう人に限って早くから始めてるんですよ。それは本当に悔しい思いしたくないから絶対来年はっていう思いが強いんでしょうね。本当にねいいことなんです。もう早くやってね損ないです。ただね早くやってるとやったでねなんですかねだれるんですよね。やっぱり12月ぐらいからやって頑張ってると、そろそろね3月とか4月ぐらいにだれてきちゃうんですよ。だから聞いてる方でね12月から始める方はだれちゃダメですよ。そんなこと言われてるんだからだれないように頑張るんですよ。そうなんですよ。だから今から始めても全然全く遅くはないです。当たり前ですがね遅くなんてないです。でね今せっかくなんかの縁で聞いていただいてるわけじゃないですか。そろそろ始めようかなと思ったら始めましょうよ。これね、例えば今いつ聞いてるか分かんないですけど今2月の初旬なんですよ私これ撮ってる時期は、じゃあいやじゃあまあやっぱり今忙しいから年度末で、4月になったらやろうかなって思ってる方多くないですか。4月は新しいですよね。年度が変わって新入社員も入ってきて花火があってね楽しいですよね。フレッシュな、若者たちと交流楽しいですよね。こんなことやってたら勉強始められませんって。年度変わって年度の初めからやろうと思っても花火だなんだってもうねみんな浮かれるんですよね。そうするとね勉強なんて始められないですよ。そうしてるうちね今度ねゴールデンウィークなんですね。ゴールデンウィークどうします？勉強します？いやー素晴らしいです。勉強するって言った方は、いや私は嫌ですね。当たり前ですよ。ゴールデンウィークは遊び日ですよ。休みだったら遊ぶべきでしょ。ゴールデンウィーク仕事だったら、別のところで休んでどっか旅行とか行きたいじゃないですか、そうするとねゴールデンウィークじゃあ旅行行って、パッと遊んでほんで戻ってきたからやろうと思ってもその旅行の余韻が残るんですね。いやー楽しかったなーって。そうするとねだんだんで、ね、今度ね6月入ってね梅雨で、雨の時期になってくるんですよね。これがまたブルーなんですよね。あ雨か今日はもうなんか勉強乗らねえな今日は帰ってもうね寝ようテレビ見ようみたいにねやらねえんですよ。そうするともう7月じゃないですか。もう願書配布始めてるんですよね。願書配布始めてうわ願書出さなきゃってそこで初めてね焦るんですよ。全然去年やったこと覚えてねえと。そうなんです。昨年ね1点差2点差で落ちた方ってなかなかこう始めようっていう気にならないんですよ。でもはっきり言いますよ、1点差で落ちた方本当に悔しいと思います。本当あと1点なんて本当にもう本当な紙一重じゃないですか。ところがまあねちょっと言っちゃう申し訳ないんですけど1点差で落ちたということは実力何点だと思います？去年35じゃないですか、5点じゃないですか、34、もう問題違ったら受かってる可能性もありますよ。でもおそらく34点ということはピンポイントで取れるのは20点台後半なんですよ。要は34点ピンポイントで取れてないんですよ。後から見て当たってると思っても絶対迷いがあったりする問題とかって結果的に34になってる方は多分ねピンポイントで取れてるなんて20点台後半です。これちなみに34点全部実力でピッチリこれだこれだってねその正解者をピンポイントで選べる人は40いってるんですよ。だから絶対穴があるんですよね。で穴がある、でもあと1点だったから自分は実力者だとかっていうねとんちんかんなこと思っちゃってるんですね。申し訳ないけど言っちゃ実力者じゃねえっつうんですよ。実力者だったら去年受かってるっつうんですよ。だから実力者じゃねえんですよ。その謙虚な気持ち忘れちゃいけないんですよ。でね
去年、ね、あと言ってんだからまあ合唱会から始めりゃいいかなって言ってるとね、本当に何も覚えてなかったりするんですよね。そうなんです。それが怖いんですよ。昨年のレベルまで持っていくのに時間かかるんですよ。なるべく早く始めた方が忘れる度合いが減るんですよ。なるべくもう思い立ったが吉日なんですよ。始めた方が、早く始めた方がその去年昨年頑張ったなんですが、その努力というのがそこが早く元に戻るんですよ。それを早くやんなかったらもったいなくないですか。で特に初学者だったら本当に早い方が絶対ですから、早く全体像を見て、全体見て、うん、やっぱり初めてだと不安じゃないですか。いけるかなとかってね、うん、だから早いうちに早く全体像を見て、もう願書半分ぐらい前までにはもうね、7月あたりにはもう全体像とりあえず見終わって、よし、じゃあこれから夏にかけてね、弱点補強をだんだんやっていくぜみたいなね、早く始めたが絶対いいんですよ。だから早く始めちゃうと忘れちゃうとかってのはもう完全におかしい。うん、そんなもん人間忘れるんだから、忘れたら覚える、そういう作業が必要なんです。で早くから全体像を見てた方が絶対全体見れるから有利なんですよ、うん、で今からで、じゃあ大丈夫なの、12月とかから始めてる人がいたの、知らなかったわと、うん、あの全然まだ追いつけますから。でね、まあ、スーパー講座というのは今ね、まあ、おすすめしてるんですがね、私新宿エルダーでやってるんですがね、まあ、最終のね、もうそろそろ開講がで、ね、ここ始まるんですよ、まあ、そのために宣伝でこれ出してる動画なんでね、はい、最終開講日はここですね、あの通学で塾でる最後の開講なんでね、ここら辺ぜひ意識してね、ちょっと覗いてみていただければよろしいんじゃないのか、まだ忙しくてって言ってもまずは第一歩踏み出す、そこから始めないとね、なかなかきっかけがつかないとなかなか思い越し上がらないんでね、うん、もう来年の二万にならない、初めての方は今年一発で受かる、そう決めてね、今年頑張っていきましょうじゃありませんかということでした。はい、まあ大したお話ではございませんけどね、以上、まあ宣伝動画ですね、これで終わりにさせていただきます。皆さん頑張りましょう。